ニュースマグビです。 NHK 紅白歌合戦での司会に大抜擢された内村光良さんについて、関根勤さんと土田晃之さんが語りました。土田さん曰く、内村さんの番組って内村さんがすごく目立つのではなく、共演者が光っている印象が強い、プロ子になれる MC って実はいないとのこと。一方、関根さんはうっちゃんの懐の深さで次々と若手が新境地を開いていった、この功績は大きいと思いますよと絶賛しています。視聴率男と呼ばれる内村さん、来年も活躍が期待されます。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。